なんか2の方が強そうには感じるけど。いや、どっちなのこれ。本当にこれどっちでもいいっぽいよ。一時期でも2流行ったよね。まあ2っぽいよね、うんうん、あ、そうなんだ。1も超強いんだけど、うん、2かな。いや、2のさ、ウルコンってさ、今何キャラぐらい2を選択するのって。俺はもうごくごく少数、4、5キャラくらいかな。あ、でも結構いるんだね。バイソン、ケン。俺もですわ。バイソン、ケン、はいはい、バイソンとケンは絶対そうで。あ、まあウルコンで抜けてくる系。あの、仕込むとね、バイソンとかは逃げる行動全部枯れる。あ、なるほどね。 そ, うだ、それと、まあ、ケン攻めが強くなる系。そう、まあ、なんだろう、安全に置き攻めできるみたいなのがやっぱ一番使ってる理由としては強い。あと、竜とかも絶対2だと思うんだけどね。竜も2だね。そうなんだ、うん、そうなんですよ。え、1じゃないの。あ、2なんですよ実は、うん、セービングうざくない。セービング使わないんだもん、 あの竜。でもね、一生出ないの、春国が。もうぶっ放しくらい、ぶっ放しと対空でも一応機能するけど、うん、でもじゃん、言うても確定でもないから、あの春国って。相手のレベルによって使い分けるっていうのが楽しいよね。確かにそうだった。まあ、あとはそういう話になっちゃうんだよね。ね、そうだね。そのやり方ってでも本来正しくないからね。まあ、キャラ対だからね。かウルコン選択やっぱ難しいよね。むずい。俺もうフェロン2年間3年間使ってようやく激凛拳選択一キャラになりました。あ、マジで。とうとうこの前数えたらキャミーのみだった。へー、あと全部激凛だね。激凛ルーファスがちょっと微妙なラインなんだよ。あれはなんか2で良さそうに見えるよね、うん、まあ使ってる本人が一番わかるんだろうけど、うん、ルーファスがね、未だに迷ってるんですよ。でもやっぱその幅が広がってるのはいいよね。まあ豪気にしろフェイロンにしろ、まあフェイロンは全然広がってない。狭いかな。いや、サガットも結構多いからさ、迷う。キャノンとね、ディスラでね、そう局面多いんだよね、うん。どうします、また1試合ずつ回していきます。そうだね、そうしましょう、とりあえずは。じゃあ次僕いきます。昔は豪輝もな、はい、激凛拳だったんだけどな。じゃあ出た豪輝ですか。すまん、これ静音なんだけど、うん、音が出るボタンが1個だけついてるんですよ。2個ね、ちなみに。あ、2個です。多分これ横対戦用のやつです。端っこは音を出す用のボタンですよ。確かにもともと全部声音だもんね。そう、うん、声音レバーだな。トキドスティックだね、これ。ヘビーウェポンもびっくりしてたわ。ジャッキック。ああ、お前中継でしょ。いや、ジャッキックっす。ジャックなの。ジャックっす。ジャックやっとけば絶対に大丈夫です。え、嘘。本当です。何そのストフォの時に開発しました。マジで。はい、垂直ジャンプジャッキック。え、垂直ジャンプジャッキック。ジャッキック、何それ、知らなかったんだ。ジャッキックで着地工場をかくっちゃうやつは全部ジャッキックで変える。へぇ、何何何何、使い道あったんすね。マジか、これもう暴発でしか出ることがないと思ってた。ジャッキック、ジャッキン戦で使ってるの見たけど。こういうのとかやってたね。そう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 。いや、それね、出ちゃうんだよ。確かに出る。たまにショットやるとまあ出るかな。出るからね。たまに出る。それは別に否定はしませんよ。俺、垂直ジャンプジャッキックの使い方はそれが一応初めてかな。それぐらいしかないな。これないな。あ、やべやべ。で、バックジャンプとか前ジャンプの場合は中キック。まあ大パンでもいいかな。いや、大パンかな。大パンでいいや。あ、まあ、大パン。あ、これは？これ、あ、これはダメか。垂直じゃない。垂直じゃない。垂直じゃないもん。今の台形なら多分当たるし。普通に引き付け台形とか大パンで。あ、いい。いい置き詰めあった今。波動で倒れちゃうな。あ、なかなかいい動きますね。ちょっと待って待って。こんなに。あれ、この組み合わせお前に売り込み？いや。あれなんですよ、基本は2なんですよ。あ、そうなんだ。時戸さんとやるときは1なんですけど、これはもう僕の中で結論が出ました。あ、ちょ、見えねえ、いいの刻みするな。いや、それ流線みたいな話になったの。いや、あのね、絶対キャノンきついはずなんだ、豪気って本当はね。ただ、ちゃんと自分の戦い方を確立してる人には、
あんまり打つとこないよね多分っていう人がいるんですよ。その人には1にする。本当にねんな、2当てる場所が。S マンというところはサンタローマンかもしれません。いや絶対違う。昔ゴーキー使いだったよねあの人。昔ゴーキー使い。この部屋のもうセオリーはもうあれなんだ、キャノンなんだね。セオリーはキャノンだと思うの。これはキャノンじゃん。いやいやいや、それ何も違うだろ。今かぶってないから。でも絶対アパカの方が簡単だったわ今。いやそうじゃない。ジャッキックだしアパカでいいから。あ、なるほど。え、ないない。ジャッキックだしアパカでいいから。ジャッキック、ああ着地してからアパカ。そう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 。え、でもジャッキックの後続、あ、そう、かくんないのか。孫式でいくと。いや今のちょっとひどい。まあ入れっぱでしたよ。まあ入れっぱって決めようかな。なんとなくダットリにカーソルがいっちゃうときなんで。そんなにあるあるある。ガイとかもちょっと俺練習したからね。ちょっとできるよ。ガイは動かしたこと一回もないな。ただ俺よりももちの方が全キャラする。あーももちくんマジキャラうまいよね。オールラウンド。いやマジ超器用だもんあれ。あれは器用だね。まあそれ本職もやんねえぞそのコンボってやつやね。ももちくん、あのバイパーがめちゃめちゃ動くんだよ。桃太郎式を開発したのが。桃太郎式？桃太郎式そうなの。BX セースモから足払いを決めるルートを、当時開発されてなくて。太郎っていうバイパスがいたらしくて。名古屋？そうかな。あ、いた。それに対して、そこと桃地が協力することで桃太郎式というのが生まれまして。なんでそんな単純なコンボに2人の名前が。これ以上まだ。いや、いいじゃん、今でしょ。いい悪いで言ったらあんまり良くないと思うけど。え？あ、今ガードでたまんなかったくせえな。まあいっか。まあいっかで打っちゃったんだろ。まあいっかで打っちゃったんだろ。いやだ、俺ガードしてほしいんだよ。まあ確かにね、少量持ちはね、結構安定なんだよね。前飛びに対しては。だからこそ俺は前飛びバックステで少量をすかせる。ものをしっかりやるべきだと思うんですよ。でそれやらないサガトできないんだけど、そう大体のキャラできるんだからなんでやらないのと思っちゃうんだよな。昇竜をすかされるって意識するとマジ打ちたくなくなるじゃん、合気もさ、横には短いじゃん昇竜。またガード放棄しましたね。いや今は別によくない。いいんだけど今のはまあ打った方が絶対いいと思うんだけど、一応、ね、セオリーはさすがにまあそうだね、セオリーは崩すわけにはいかないよね。ボンちゃんなんか突っかかってくるの。いや違うんです、違うんですよ、さっきあのトッキーがね、俺ガードでもいいと思うから、ガードしてほしいって言うから。え、何それ。セオリーをあえて我慢してガードにするみたいな。何、ニコ生でリスナーに孫に噛みついていこうとか言われたの。いや、もっときつく言ってくれっていうコメントは結構孫には。この辺の読みユンもですか。入れ替え戦でも当たるかもしれないからな。ユンはワンちゃん。カズノコは結構負けてるから。カズノコそう結構負けてるよ、おもちさんに貸し上がりで。だからやっぱりメインで行きましょうってことになるんですよ。諦めずに豪気で頑張る。この組み合わせは頑張る。普通にこうやって嘘つきすごい。なんか豪気がきつそうに聞こえちゃうよね。ここに足払いが結構有効っていうの孫さんに教えてもらった。うん、終わりじゃないですか。あ、実際やっぱ有効だった。有効です。ただあんまりやりすぎると、いやさすがにバカみたいな感じですね。それ合金の体力だとやっぱやりづらいんだろうね。いやでもやっぱやんないとやっぱきつそうだよね。さすがにこれやっとこれ、ああなるほど、殴りに来るからね。ああ差し返すらもうちょっとビビらせる。おダルシムの元地なんだ。やっちゃえばこんなもんですよね。寄っちゃえばこんなもんなんですよ。やっぱね、ただねもちさん寄れねえんだよな。確かに。あと寄った後もガードがうまい。うまいね、使い分け相当うまいから。そうだね、距離離すのがうまいよね。携帯パスタはね、しかも前回のトパンガリーガーあたりからなんかもうセビグラをちょっと使う。そうセビグラ、そうセビグラもうちょい使うといいですよ。いい、ね、パストさんもパストさんはあの俺が5位通過かな、もしさんと当たるのになったらちょっとスパお願いします。そうね、5位通過はもう確定だもんな。これマジ絶望じゃない？この状況を、あの裏回っちゃって裏テレポされた時に、あんまり裏回る、
宇田回る沖縄しない方がいいんだろうね。そうだね。あ、え、あ、種目種目でもサボったよね、今頭いなかった。今ね、そうだね、ちょっとサボってたね、らしくなかった。これやっぱアトビカリウルコにやられてきた我々からすると、うん、敏感になっちゃうところだもんね。まあ、ね、今の今光ればいいじゃん。いや、ていうかさ、光ってればいいじゃん。豪気なんだからさ、豪気豪気なんだから、でもあったら何の当たり前だろうかよ。そこでやんねえでいつ出すんだよ。いや、てかまああれだけどね、サラとあんま関係ないけどね。いやいや、もうダイヤしてびった時とかさ、ね、光ればいいじゃんみたいなとこあるじゃん。サラとウルコンパナしてもさ、当たるじゃん。ウルコンウルコンパナして動きが中和してて、ヘイバーカーとか言って当たるじゃん。まあ、こっちヘイバーカーってやると普通にうんとか言って。お、あれ今のむずい。今よく投げたね。超むずそう。多分でその前に多分出てたのかどうかわかんないけど、 あれさ、叱られるとさ、ツザーとか言ってなっちゃうから。機械が来たらボコりますけど。ポイント高い人もいっぱい来てくれますな。俺の飲み物持ってきていいですか、はい、とりあえず。はい。その土地も玉打ちな。森ガンともちょっと生かしてほしいよな。まあ、生かしたい、ね、全然違うけどな、森ガンと。違うだろうね。絶対違う。こんなに、あべ。森ガンはね、そんなに気をつかなくていい。どうでしょうね。これ球打ってるところでたまに短波抜けてくるけどさ、そこをなんか切れないよ。いけるとかで見てればいける。 あれ難しいんじゃない。結構なんかいろんなとこ見てると、まあまあ確かにそうなんだよね。うん、あ、これはこれ、そうそうそう、今もうね、こういうのもね、どうなるかちょっと予想できてないんだよね。一応ね、その球をガードした後とか垂直ジャンプされた後とか、そういう展開考えてるととっさに抜けられた時ちょっと難しいんだよね。結構やっぱ、しかもバイソンって EX の技があるから、うん、その球を取って突っ込んでくるのに、うん、なんか対応したくなっちゃったりするから、うん、それでなんかダメなことを下がったってやっぱアパカ、アパカだね。アパカかな。あべ、重なってるの置いといても一応いいのかな、ワンチャン。そうだね、発生さえすれば終わって終わりだから、うん、押した。ね、でもね、アーマーキャンセルアーマーってのがありまして、あバイソンには、ね、やばい、大丈夫、これちょっとむずい、これむずい、あー、うまい、すごいね、とっさに投げれるもんなんだね。そりゃそうだよ、練習すればさすがに。うまい、今の店に行ったね、君。いや、削ろうと思ってて、寄ってこねえかなって待ってたのよ。うん、もうすぐ出ちゃうんだよね、そうすると。体が勝手に。やっぱ安定感が違うな。セリをうまいってところにダッシュ投げっていう。でもね、基本的には俺うまいんですよ、ローズ戦。まあ、結構自分ルフィのローズは、ぶっちゃけ相当特殊です。うん。だけどこれ、超人がかかるんだよ。これはもう喋らないでいいや。別に。それを見せてくれ。うん、まあ、そう、ローズのバックステの性能が良くて、劣化でバックステ狩りしても、多分タイミング良くないと狩れないっぽいんですよ。なんか一回あったんだけど、孫の試合に出て。壊しい。そう、劣化仕込み。おっ、これ繋がるんだったらね、もう負けなさそうだけど。てか、あの、ウルコン2の対処うまかったね、孫。いや、ウルコン2はね、あれが正解っす。もうね、うまいうまい。近づいて、中盤スパイラルとか、うん、あれやると打てないんだ。中盤にバックステして、うん、ウルコンとかあるから。中盤にバックステして、確かにウルコン、うん、あれはね、やってたの。大切そうですね。お、これはなんか他のキャラでも応用が効きそうな、効く効く、ね、テクニックだよね。大体のこれ。あ、体劣化決めないといけないんだよね。これは頭が立ち台系じゃないか、じゃあ使うのはローズ側が。ルフィ使ってたね。うん、で、背びらせて前ダッシュして後ろ投げを決めると。なんかね、ソウルスパイラル、これヒット確認できるらしいんだけど、できたら強いよね、ソウルスパイラル。うん、一応メガのスラとかもさ、ヒット確認してできるらしいんだけど。あ、ね、そうそうそう、この対処見て。おお、見して見して。こ
これ安いです。いただきください。見せとか言って。おい。結構。あれ。とりあえずもうあれだわ。喋んなくていいよ。あのね、近づいてって、うん、無理して今のはステップやっちゃったんだけど、本来はステップやっちゃいけないの。なんでやっちゃったの？あの見せたくて、近づいて近づいてからの攻防見せたかったんだな、お前的には。なるほどなるほど。そしたら案外相手も熱くなったじゃん。マシしてきたから。